山和号山和号は奈良交通を中心に運行される奈良県と首都圏を結ぶ夜行高速バス路線である。1989年には首都圏のほかに福岡市内への路線も運行を開始したが2000年に奈良福岡2007年に奈良大宮の運行が廃止された。夜行バスで相性を設定する場合、 路線ごとに異なる愛称を設定する場合が多いが、奈良交通の場合は、すべての路線が大和号という愛称で統一されている。共同運行相手の会社でも大和号として案内している。これは、他のバス事業者でも参見される。なお、ここでは、歴史的につながりのあるサテライト号についても記述する。山都号新宿線山都八木駅では、 かつては夜行高速バスなどのための待合室が存在したが、現在は廃止された案内所は柏原ナビプラザに移転したため待合室はない。奈良線は JR バスグループの夜行バスと競合している。こちらは通常便と格安便の2便が運行されている。途中ご在所サービスエリア、浜松サービスエリア、足柄サービスエリアで停車するが、 乗務員交代と車両の点検のためのみ停車するので、乗客の乗り降りはできない山和号千葉線大阪、奈良埼玉線山和号埼玉線なお、埼玉大阪間については道路線廃止後も、西部観光バス、西日本 JR バスの共同運行である、ドリーム、埼玉号が運行されている。サテライト号サテライト号、奈良福岡線、奈良横浜線奈良交通の、バイ・ワイ・ファイタステッカー。 ありがとうございます。